ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、気泡中の中で踊るエンチャントの瓶です。ソウルサンドから発生する気泡中は、ありとあらゆるエンティティを浮上させる。そう私は思っていたのですが、どうやらそれは間違いだったようです。ご覧の通り、気泡中の中にエンチャントの瓶を投げ込むと、それは浮上することなく、1ブロックの空間の中で踊り続けるのでした。ソウルサンドの上面に昆布を設置すると、気泡中が消えますので、エンチャントの瓶も落下して割れます。気泡中の中にエンチャントの瓶を大量に投げ込んで、フレームレートが低減した場合に、この処理方法をご利用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。